源氏の弟宮たち、その他親しかった高官たちは、初めの頃しきりに源氏と文通したものである。人の身にしむ詩歌が取り交わされて、それらの源氏の策が世の人に褒められることは非常に太后のお気に召さないことであった。直感を受けた人というものは自由に普通の人らしく生活することができないものなのだ。風流な家に住んで現代を誹謗して鹿を馬だと言おうとする人間におもねるものがあるとお言いになって、報復の手の伸びてくることを迷惑に思う人たちは警戒して、もう消息を近頃しなくなった。